オーディオドラマ休日回戦。うわーすっげー、これが秋葉か。これが秋葉なんだな、伏黒。お前は外国人旅行者か。何、興味なさげ。あ、もしかしてもう通い詰めて新鮮さゼロとか。ちげーよ。じゃあ何そのノーマルテンション。特段興味がねえだけだ。え？じゃあなんでついてきたの？釘崎のアメ横ショッピングに付き合うよりマシだからな。大学が近いから安くておしゃれな古着屋たくさんあるらしいわよ。最低でも12軒は回らないとね。あいつの買い物付き合ったら 100% 荷物持たされるだろ。まあなあ、あと死ぬほど長いし。つうかお前こそなんで秋葉なんだよ。買いたいもんでもあんのかよ。多分漫画とゲームと家電しかねえぞ。いや、ただの観光。釘崎の買い物終わるまで時間潰すなら秋葉しかないじゃん。そんなことねえだろ。渋谷とか新宿もいいんだけどさ、やっぱテレビとかで見てると秋葉って異世界感強いっつうかテーマパーク感あるじゃん。あー、看板とかたくさんあってごちゃっとしてるしさ、コスプレの人も結構すれ違うし。お、すげえ巨大ロボのトラックが走ってったぞ。トランスフォーマーみてえ。おい待て、勝手に行くな。やべえぞ伏黒、ゲーセンがコンビニ並みにある。秋葉だからな。メイドさんがめっちゃグイグイ来る。チラシもらっちゃった。秋葉だからな。エッチなゲームか。なしてくろ。あれ、エッチなゲームの看板じゃね。お前エッチなゲームとかやるの。やらねえよ。てか店入りかけてんじゃねえ。フード引っ張んないでくれる。他に引っ張るとこねえだろ。いや、でも危ねえな。誘惑怖え。やっぱ伏黒がついてきてくれてよかったな。この辺ごちゃってて迷いそうだし。だが東京って大体ごちゃついてるよな。俺いまだに地下鉄とか全然わかんねえよ。山手線の範囲内で迷うやつがあるか。あ、出たよ都民感覚ナチュラルに。実際もうそこまで迷わねえだろお前。連日あちこち行ってんだから。あ、伏黒ケバブ食おうぜ。ケバブ会話しろ。お前さ、最近五条先生とノリ似てきてねえか。全然似てきてなやがらよ。そういうとこだよ。そういやさ、五条先生って休みの日とか何してんだろう。全然見ないけど、映画とか行ってんのかな。知らん、謎しかねえからな、あの人。すぐに行方くらますしな。ああ、やっぱケバブって気分じゃなかったわ。何食いたいかな。はあ、やっぱ別行動を取るべきだったな。スクナの器を一人にしちゃまずいとか変な気使うんじゃなかった。ただでさえ人混みきついし、休みの日ぐらい一人でゆっくり。あ、あいつどこ行った。